というわけで将軍賞、黒優賞、みんなで応援キャンペーンというのをやっております。そして今週はですね、黒優賞の方で2月10日から2月12日で受け付けております。自分の推し馬をですね、決めて投票するだけで、抽選で100名様に十勝の畜産品が当たるということで、これはもう応募しない手はないですね。はい、なるほど。で、裏を今予想した裏を書いてこう振ると、はい、そうですね。皆さんやってみてください。さあ、ケンとね、はい、押し馬は別ということなんですね。あ、なるほど。確かにね。ね、応援だけでもいいんですか。いや、そう、確かに確かに確かに。はい、ぜひ楽しんでください。そう、押し馬と負けが違ってもいいかもしれない。これはね、押してる馬と負けが違うもんか。また別ですから、ね。いいかもしれない。出た。さあ、というわけで、今週は、次行こうとしてるみたいね。さあ、今週のその黒百合賞の予想でございます。はい、僕の本命はですね、2番のスーパーチヨコです。もうこれこの世代ではね、圧倒的に強いんじゃないかなというところで、藤野ジョッキーとずっとやってきてますしね、もう配分もまとまってるんで、多分自分の型があると思うんで、馬券は外さないんじゃないかなということで本命をしました。で、対抗は1番のベニザクラ、はい、これスーパー中央の隣の枠ということもちょっと手伝いまして、前走ね、強い勝ち方をしてますんで、ちょっと乗り換わりとね、増量にどう対応していくかというところが鍵になると思いますが、買いたいと思います。馬連複2から18、ワイドのボックスで1268でちょっと穴目も入れて買ってみます。はい、各200円の計1600円で勝負です。いくよ、僕の押し馬はチヨちゃんです。チヨちゃんって何勝利番スーパーにチヨちゃんでございますよ。僕が見てる方はずっとチヨちゃんって呼んでますから。あ、そうだね。バーベキューでね、バーッとおじさんがチヨちゃんって言ってたんで、それをね、ちょっといただいて、チヨちゃん、チヨちゃんはもちろん一番強いですから、はい、ね、チヨちゃんで500円でいただきます。チヨちゃんは愛してますね。多分応援キャンペーン送ってんじゃないですか。はい、じゃあ応援しましょう。また来週お会いしましょう。さよなら。